第一次ヤッシー・キシニョフ構成とは、第二次世界大戦時、東部戦線において、ソビエト赤軍と、数軸軍の間で1944年4月8日から6月6日の間行われた戦いのことである。攻撃は、実質的に、ソ連による政治的影響を、バルカン諸国に及ぼそうとするヨシフ・スターリンの戦略に、従い、ソビエト赤軍の第2、 第3ウクライナ方面軍によって行われるルーマニアへの侵攻であった。ソビエト赤軍総司令部の計画により、ソビエト日光方面軍はルーマニア北部における数軸軍の不可欠な防衛線を分断することになっていた。これらの作戦は、その後、バルカン半島のすべての地域においてソビエト赤軍が進撃することを容易にすることとなった。ソビエト赤軍の攻撃は、 1> 第1次トゥルグフルモス攻防戦とポードゥイロアイエイの戦い、第2次トゥルグフルモス攻防戦を引き起こすこととなった。しかし、ソビエト赤軍はこの地域でドイツ軍防衛部隊を撃破することができず、最終的に攻撃作戦は失敗した。これは、ソビエト赤軍部隊の低い戦闘能力、そしてよく用意されたドイツ軍防衛戦のために引き起こされることとなった。この作戦活動は、 ソ連のアーカイブや秘書にほぼ完全に無視され、一連の忘れられた戦いの一部になった。軍事歴史家デイビッド・ M ・グランツによると、第二次世界大戦終了以降の60年間で、ソ連とロシアの軍事歴史家と理論家は、第二、第三ウクライナ方面軍の部隊歴を慎重に、第一次ヤシー・キシニョフ攻撃を消し去ったが、その間、 ソビエト2個方面軍は1944年4月から5月にかけてルーマニアを侵略することを試みていた。赤軍が戦争中に行った多くの他の作戦でも起こったようにこの攻撃を独ソ戦の忘れられた戦いの長いリストへ追いやることを彼らは恋に言ったとしている。この第一次シーキシニョフ攻防戦の敗北でソ連が再度行ったのが 1944年8月20日から29日に戦われたヤッシーイコールキシニョフ構成で、それに勝利したソビエト赤軍はルーマニアやバルカン半島に進軍。ルーマニアは数軸国を離脱することになる。ありがとうございます。